のドジャース、エースワン・ビューラーを失ってでも佐々木朗希の獲得に全力か、日本人先発3本柱実現果たして、来季のドジャースは、日本人トリオによる先発3本柱の形成を本気でも目論んでいるのだろうか。米放送局 CBS スポーツは日本時間17日、来オフに FA 権を得る予定のエースワン・ウォーカー・ビューラーについて FA 流出を予想。ドジャースは望めば常に札束の叩き合いに勝利できる。佐々木朗希を迎えるため、先発ローテに空きを作ることを最優先する可能性があると報じた。佐々木朗希投手括弧22は、来オフにポスティング制度を用いてメジャー挑戦したいとの旨をロッテに通達したと報じられている。もし来オフの渡米が実現すれば、移籍先はドジャースと見ている米メディアは同局だけではない。ドジャースの地元紙オレンジカウンティレジスターは同日、ドジャースはポスティング希望をロッテに伝えた佐々木朗希に関して取り沙汰されていると報道。ファンサイディットもドジャースが今オフに規定額が定められている国際 FA との契約金を大幅に来季へと持ち越しそうなのは、おそらく佐々木朗希を狙っているからだろうとした。大谷翔平、山本由伸、そして佐々木朗希。まさにキングギドラ級の先発3本柱が誕生するのか。まだ1年も先の話だが、ファンが目が離せなくなるのは当然だ。朗希さんは沢村賞取ってから判断したら、やめた方が良い。それでチームの成績悪けりゃ全部日本人選手のせいにされるぞ。だいぶ先の話やねわら。アメリカ人ドジャースファンはそうなったら内心面白くないだろう。現在ドジャカスは佐々木朗希大歓迎だが、安い金で取れるならそや大歓迎よ。わらだってノーリスクだもん。子供の小遣いみたいな額で取れるんだから、メジャー30球団が狙うだろうな佐々木朗希。育成に定評あるドジャースが中南米ティーンエイジャーの獲得競争からまるまる1年降りてるんだから年末のポスティングはそこそこ可能性高いな。ガリガリすぎるだろう。曰くまくらいのスピードなら大丈夫なんだろうけど、あのフォーム変えないと無理。山本でさえマイナーチェンジして出力を抑えてたのに、硬いマウンドでパンクしないか心配。壊れない体作りも考えてないと考えてる。ダルや大谷の体でも故障してるしな。佐々木まで入ったら10年で5回くらいリング取れるレベルだろ。そこまで強くなるなら細かいことはどうでもいいわ。あの体型で軽々160キロ出るのは才能だよな。時々力む癖がなくなったら速度も出るし故障もしにくい。さすがにやりすぎやろ。ヤンキースが黙っちゃおるめえ。WBC で日本が世界一になって日本人入れるのが強くなる近道だと気づいたんだろうな。ポストシーズンで活躍する日本人選手って多い印象。前ケントダルはアストロズのサイン盗みで打ち込まれたんだってことになってるけど、日本の投手陣が若いのにレベルが高くて、対戦したトラウトやベッツらが絶賛してたしな。佐々木に関してはもし来年なら札束の芝き合いにならないから環境面とかの勝負になればドジャースはかなり有利になるだろうな。日本で甘やかされてんのにメジャーでローテーション守れんの？投手は消耗品だからな。そんな消耗品をこぞって量産してる日本が特殊すぎる野球環境。来年のドジャースは怪我人が回復すれば先発は大谷、山本、グラスノー、メイ、ゴンソリン、ミラーと揃ってるから佐々木関係なく高い金払ってビューラーと契約する必要はない。大谷、山本、佐々木の3本柱が見れる可能性あるのか。まあどうせ大谷の試合しか放送しないだろうからその方がありがたいっちゃありがたい。日本にいても意味ないんだからアメリカに行かせてやれよ。ドジャースに一極集中はロタ。普段野球見ない他人事だから佐々木が一刻も早くメジャーで投げるの希望。25歳になる前にメジャー挑戦させて一番メリット得るのドジャースだよな。金払わないで大谷、山本がいる環境だけで勝負できる。関係者に金払って佐々木朗希立ちつけても安いもんだろ。山本由伸 VS 最強ブレイブス打線めっちゃ楽しみだな。佐々木山本大谷 VS メジャーが BSNHK で見られるとか熱すぎる。クソマリーンズは早くメジャー行かせてやれ。レッドソックスかヤンキース行ってくれよ。東海岸の球場は西海岸と雰囲気違うからそっちもたくさん見たい。人を信用しない佐々木が慕ってる数少ない野球選手が山本。山本がドジャースに決まった時点で佐々木のドジャース入りも確定したようなもんじゃないか。